一人暮らし僕なんて3ヶ月に1回布団変えてるしね。掛け布団ね。敷布団はまあ1年ぐらい使うけど、掛け布団はニトリで3ヶ月に1回もうクリーニングもめんどくさい。変えてるしね。変えてるわ。洗ってくれや。だ洗,い洗濯機がさ、<laughs> 実家に行かないと洗濯機がないからさ、洗うのめんどくさくてな。 僕は実家に帰るのは大体そのまあえっ、ー、とー3ヶ月ぐらいまで,までは猫実家に2匹いたんだけどちょっと3ヶ月前に1匹亡くなっちゃってあと1匹しか残ってないんだけどさ実家にその1匹残った猫に会いに行くのと毎回90リットルのポリ袋にたんまりと洗濯物を担いでもうサンタクロースよ僕はゴミ袋を担いでるか プレゼントいいでるかの違いだけサンタクロース。パンツとか入れてるだけ。透明袋に。サンタクロースになって実家に行くと。で、よろしくっつって。で、帰りはサンタクロースで、まあ、畳んであるから、物量半分ぐらいになって、で、帰ってくると。どうもどうも。えー、札幌近辺で夜中、サンタクロースのシルエット見たら僕だから。めっちゃこんもり入ってるからね。行きは。 母ちゃんに洗ってもらうのっていうか母さんの実家のところに、えー、とドラム式洗濯機があってそこに突っ込んでボタンを押せば乾燥までして出てくるからなんで洗濯機買わないのうーん <laughs> うーんあってもいいんだけどな昔から洗濯機持たない生活してるから 北電時代の、その、函館の寮の時の、ぐらいかな。でもそれ僕の洗濯機じゃないか寮の洗濯機だから。まあそう。まあぶっちゃけ、その、実家に帰る口実にしてるところは否めない。いやもう洗濯物溜まっちゃってさ、っていう、口実を作んないと、実はなんか内心。いや、母ちゃんの顔見たくてとは言えないじゃん。ははは。 いや、39歳になってさ、いや、彼女もいねえから、もう話す人もなくて、母ちゃんに会いたくて帰ってきたんだって言えないでしょ。言えないのさ。母ちゃんのあったかい飯が食いたいなとは、口が裂けても言えんわな。素直に。なんでもう、あ,あ洗濯も溜まっちまって、頼むわ母さんもう、頼むわって言って帰るしか僕にはない。いやまあ、 母ちゃん、母ちゃん喜んでるから、まあいいんじゃないかもうしゃーないなーって言って母ちゃん洗,洗ってるからいいんじゃない <laughs> そっと。で、毎回そっとなんか、お財布に入ってる1万円2万円をこれ。洗濯台 <laughs> 洗濯台じゃあありがとう助かったそしてサンタクロースは帰っていくと。仕送り代わり。ははは 恥ずかしいじゃんもも、か、母ちゃんに、これで、うまいもん食ってよとか言うの恥ずかしいじゃんねえ、仕送りでなんか、ま、封筒に入れてさ、母さん今まで、育ててくれてありがとうこれで、美味しいもんって、恥ずかしいじゃんそんなの言えねえよ言えないから、じゃあ、俺、洗濯台なやつって。助かったわ。じゃ キリラの前だから言える。放送のスイッチ入ってるから今素直に言えてるだけで。母さんの前ではちょっと昔からツンデレなんで。言えないわ。言えない言えない言えない。え、だからさ、この前のさ、9月のさ、誕生日の時もさ、いや実は分かってたよ、母さんの誕生日。だってスマホに入ってるもん、僕、母さんの誕生日。LINE に、あの人、母さんと LINE 交換してるから、LINE で出てくるんだよ。 でも、わざと一日間違えて、あれ誕生日一日間違ってたかあっちくしろみたいな、な、わざとに決まってんだろうがいくそーくあはははくそーうわはははははそこは、ちょっと、あのー、ごめん。ごめん、かっこつけました。で、あ、一日間違っちまったかくっそーみたいな。 さあ、じゃあ、商品を置いていくから、好きなもの買ってくれや、バーンって言って帰って。ああ、一日間違ったか。ああ、一日間違えたか。そっかそっか,そっか。ま、大してうろ覚えだからな、つっときながら帰ってくると。 そんな格好つける年でもないっし,しょな。その通りなのさ。格好つける年でもないし、母ちゃんいつまで健康出るかわかんねえんだから言えるうちに言っとけってのはわかっちゃいるんだけど、そこがまた、そのね、長男と母親とのこの関係性は難しい。いや、やっぱりね、その、なんだろ。<laughs> 姉と妹の間に男でしょ。昔からその頼られてきたから、 で、昔僕大学時代とかも、その、妹の学費とかで、結構僕父親先に亡くしてるじゃん。早いうちに。だから、要所要所で父親の代わりとして、その求められていたところもあって、わかる母親からその求められたところがあって、やっぱりちょっと頼れる、長男像みたいなのが母親にあんのさ。わかるでしょ だから、その、も、求められてる、長男像、坂本像で、帰るったりするもんだから、今さら、今さら、母ちゃん抱っこしてとは言えないわけよ、僕も母ちゃん寂しいから一緒に寝ようやとは言えないでしょう <laughs> おっさんが母ちゃんの前で格好つける途中でしょうが 一生懸命、一生懸命、母ちゃんの前で、かっこつけている、そっちでしょうが。<laughs> そこはもう、そっとしとくべきでしょうが。母ちゃん、抱っことは言えなかった。<laughs> じゃあ、彼女ぐらい連れてこいよ。うん。いればね。いれば、すぐさま連れてって、なんか、 ねえ、まあ、どうかなっていう感じだけどな。いればな。連れてかないかも <laughs>。こっぱずかしいから <laughs>。こっぱずかしいからさ。レンタル彼女か。いいね。レンタル彼女を。いや、でもその一瞬の見えだけ張ってもな。結局バレるしな。そりゃダメだな。そこまでして、母ちゃん安心させたところでな。ぬか喜びだしな。 今のところね、あの、僕の妹が結婚して、そう、早く子供できないかなと、孫の顔ぐらいはね、三兄弟の誰か見せてあげたいので、妹にご期待くださいと言ったとこなんで。<laughs> ここまで肝い40歳にならないように努力するわ。まあ、それは絶対に僕反面教師にして、もうやれるだけやるべきだ。こうなったらある意味ちょっと救われないよ。 救われない、救われない。妹にご期待ください。僕に期待されてもな。まあ、僕にできることは洗濯代をちょっと多めに払ってくるぐらいしかできないわけさ。毎週毎週。そんなもんよ。息子なんてのは、いいのよ。だって姉と妹とやっぱり仲いいよ。母さんは。 母親ってのはさ、やっぱどうしても娘と仲いいじゃん。そういうもんだよ。なんかさ、母さんと息子めっちゃ仲がいいとこ僕あんま他の家族でも見なかったけどな。やっぱどうしても娘と仲いいよね。母親って。やっぱ女性同士で。うちに関しては父親も僕よりは明らかに <laughs> 姉妹と可愛がったけどな。<laughs> そんなもんか。 そんなもんかね。一緒に出かけたい。そう。一緒に出かけたい。僕なんかな、全くと言っていいことないからな。こっぱずかしくてな。あ、でも、一回トリトンに連れてったことあるか。母親、車で。いや、なんかその、すんごいどうでもいい言い訳で連れてったんだよな。なんか、女子、女子席の、女子席が、 誰か座ら、座ってると、なんかピーピー鳴ったり鳴らなかったりするから、ちょっと試験運転でトリトン行くけど持ってかないみたいなわけわかんね <laughs> 本当わけはほんとわかんね <laughs> なんか、ちょ、<laughs> <laughs> 僕の車の助手席よなんか重み検出がバグってるらしくて、買い物の袋とか軽く乗せてもピーピー言わなくなるし、よくわかんねえから。 ちょっトリトマリーくえなちょっとトリトマリーくから一緒にちょっと試験のダメに乗ってくんないかみたいなグッチャグッチャこっチャこっチャ <laughs> 誰も聞いてねえよそんな言葉みたいッチャグ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 ッチャやだよ<笑><笑>そんな <laughs> えトリトントリトン言ってあーんだトリトンこんネんなみたいああ <laughs> 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 もうワルドンドル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 ド 間が持たないから、何かにけて文句言ってた、周りに。あーあ、の、鳥と本んでが、まあ、なんと、どんだけてめえら寿司食いてんの、んたおめえら寿司大好きかおめえらほんこんなよ。勘弁してくれ、えいつの昼間っからよ、みたいな。寿司ばっか食ってんじゃないぞ、日本、始まってんな俺、俺 <laughs>。いや、黙ってると恥ずかしいからさ、母ちゃん、わかるでしょ 母ちゃんと二人でさ、いる時の沈黙って結構恥ずかしいじゃん。でもうさ、周りに当たるしかないんだよね。周りに当たるしかない。ごめん。<laughs> ほんとごめん。<laughs> 文句別にトリトンに対して文句はないんだけど、もう荒探しのように。だよ、この蛇口のところについてる茶渋はよー、茶渋。 蛇口についてる、わかるあの、お茶を入れる、トリトンのお茶を入れる、カウンターの席ごとについてる、あの、お湯出てくるやつの、とこに茶渋がついてたから、なんだこの蛇口のとこに茶渋ついてたお前ほんと茶渋がトカッと、取らねえと、お前、こっから上がりか下がりか上がりなのか下がりなのか茶渋がなぁ、ほんと、ブル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 ー、ピピ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  まあ、いい年こいて、母親と目合わせられないような息子のやることはこんな感じじゃん。<laughs> いや、恥ずかしいんだって。単純に。恥ずかしい。しゃあない。しゃあない、しゃあない。しゃあないからさ、終わろっか。